この動画では2020年に電子情報通信学会の英文論文誌に掲載された Testing Homogeneity for Normal Mixture Models Variational Base Approach という論文について専門家でない視聴家の方向けに紹介を行います。はじめに問題設定についてお話をします。本研究で解析の対象とする混合分布ですが 異なる要因の影響が混在するような多方のデータを取り扱う際の有用なツールとして、これまで様々な分野で扱われてきているポピュラーなモデルです。下に載せているモデルはその一つの例でして、本研究で扱うメインの対象となるコンポーネントが2つの混合正規分布です。こちらは中心座標が異なるような2つの正規分布を混合比 A で混合したような確率モデルになっています。 右の図に載せていますのは混合分布の実用例になります。統合失調症の患者を年齢に対する患者数のヒストグラムを説明するために、混合正規分布を利用して複数の発症群の存在の検証を行うということがなされています。この検証には次のページへ述べます仮説検定が用いられています。問題設定として、こちらでは陳出性の検定というものが何かということについてご紹介をします。 混合分布の活用を1ページ前のスライドでお見せしましたが、こちらにおいてデータをよく抽出できるようなコンポーネントの数の決定というのは非常に重要です。この決定に際してアプローチの一つとして、活ツ検定がしばしば用いられまして、特に単一のデータ源から発生したデータなのか、複数のデータ源から発生したデータなのかを判断するような問題というのは、均一性の検定として知られています。 先ほどの2コンポーネントの混合正規分布における検出性の検定というのは、正式化を具体的に書き下しますと、下のところに書くような問題になっています。こうした複雑なデータの技術を精度よく行うため、最近は多数のパラメータを持つ複雑な確率モデルを使った推定や検定というものが自然になってきています。 1>, 1ページ前のスライドでお見せしたのもその1つの例になってまして、特に推定や検定の対象となるような分布とそれを表現する確率モデルのパラメータが一体一対応をしないようなことというのが生じ得ます。こうした状況というのは従来の統計理論でよく知られた結果が妥当性を持たないようなケースになっています。下の例は一番簡単な例でして、2つのコンポーネントを持つような混合積分布モデルというのは実はこの特異モデルと呼ばれるものになっています。 1一つの,その中心が原点にあるような正規分布を表すようなパラメータ集合が、この確率モデル上ですと、下の AB 座標において、単独の点にはならず、赤線の領域すべてになるようなことから、こちら、得意モデルであることは見て取れます。実際に右のグラフに移りまして、検定や推定で重要なようである対数誘導比というものをこの座標上でプロットしてみますと、こちらの明るい部分がその対数誘導比の値の大きなところというふうになっています。 従来の統計理論で扱える場合は、この対数誘導比の値というのが大きいところ、明るい部分というのが、この座標空間上で1点の周辺に極大しますが、混合正規分布のモデルの場合というのは、これが得意モデルである特徴を反映しまして、左側の図で示しているような座標軸の赤い部分、こちらの周りにべったりとは。 値が高いところが張り付くようなものになっていて、従来の統計モデルで扱えるケースとは全く挙動が異なることというのが見て取れます。このような場合には、既存の理論に基づく検定は妥当な結果を与えません。こうしたケースでの検定にも活用できるような手法というのを検討するのが本研究の動機となっています。このスライドはやや細かい話ですが、先行研究に関する話と、 本研究の目的というところの関連に関して記載をしています。要点のみを申し上げます。現在まで特有モデルの学習の有力な手段として、ベーズ統計に基づく理論が構築をされてきました。ただ、一般的にベーズ法は必要な計算負荷が高いことが知られており、これを軽減する方法も望まれています。この手段としては、その変分ベーズ法がその推定についてはよく活用されてきました。 ただし、検定への適用が機能するかどうかという問題についてはこれまでよく調べられていません。そのため、本研究では混合積分布を対象にして、変分ベース法による仮説検定の構築に取り組みました。結果については要点のみをご紹介します。本研究では、変分ベース法での仮説検定で必要になる変分自由エネルギーという量の評価を行いました。 この際の解析の副産物として、この変分自由エネルギーがハイパーパラメータの値に応じて、不連続に変わる想定位の存在を示すことができました。適切な仮説検定を構築する際には、こうした変分自由エネルギーの挙動を考慮して、ハイパーパラメータを適切に選ぶことというのが重要になります。さらに変分自由エネルギーの理論解析を行うことで、 これまで明らかでなかった仮説検定に必要となるような確率的な変動項の挙動を今回明らかにすることができました。こちらの赤い四角で囲まれた項というのがそれに相当するものです。これを用いて仮説検定を構築することが可能です。実際に1ページ前の結果までに 基づきまして、人口データを対象にして構築した仮説検定というのが機能するかどうかということを検証しまして、機能することを確認できました。まとめです。本研究では、得意モデルである混合正規分布を対象に、変分ベース統計の枠組みに基づく仮説検定というものについて、議論を新しく行いました。特に、議論解析を通じて、ハイパーパラメーターの値に応じた総定員の存在を明らかにし、 また、変分自由エネルギーの全金分布に関して、従来よりも工事の方まで解析を行いました。この結果をもとにして、変分ベースの方の仮説検定と,というものを提案しまして、人口データに対して妥当性を確認することができました。これらの結果と解析の詳細について、もしご興味を持たれましたら、論文をぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。